フォレスタルは、アメリカ海軍の航空母艦。フォレスタル級航空母艦のネームシップ。フォレスタルは、太平洋戦争時の日本海軍空母シナノの、満載時の排水量を初めて超えた、アメリカ海軍の戦後第一世代の空母である。艦名は、初代アメリカ合衆国国防長官、ジェームズ・フォレスタルに由来する。フォレスタルは、大型空母。 ユナイテッドステーツ建造をめぐっての空軍との対立などの事情により国防長官を辞職、そして後にうつ病で自殺している。空母フォレスタルはユナイテッドステーツ建造中止により頓挫した大型空母建造計画が復活した結果建造された間である。フォレスタルは1954年12月11日にバージニア州。 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で、フォレスタル未亡人によって浸水し、1955年10月1日に、初代艦長 RL、RL ジョンソン大佐の指揮下収益した。フォレスタルは、母校のバージニア州ノーフォークから、バージニア岬とカリブ海で、集中的な訓練を行い収益1年目を過ごす。その後重要な任務として、フロリダ州、 名ポートからその最新設備を利用した飛行訓練に従事する。1956年11月7日にフォレスタルは名ポートを出港し、末月器の間指示があり、次第地中海に展開できるよう東、大西洋で待機した。その後12月12日にノーフォークに帰還し地中海の第6艦隊に加わる準備をする。 1957年1月15日にフォレスタルは出港した。公指時、のフォレスタル、1955年地中海での任務期間にフォレスタルは多くの港を訪れ、各国交換及び一般大衆が見学乗船し、アメリカ海軍の異様を示した。軍事関係者に対しては様々な演習に参加して自衛活動を行った。 1957年7月22日にノーフォークに帰還すると、NATO 軍演習、オペレーションストライクバックに北海で参加する。演習は9月3日から10月22日まで行われ、この間にサザンプトンを訪れている。翌年は主要な艦隊演習への参加と実験飛行作戦を行う。1958年夏のレバノン危機では、 地中海に展開した部隊を支援するため東、大西洋で待機する。7月11日にノーフォークを出港し、2日後に名ポートで航空物体を上艦させると、大西洋での警戒巡航を行い、7月17日にノーフォークに帰還した。 1958年9月2日から1959年3月12日まで行われた2度目の地中海配備では、警戒巡航、訓練、大規模演習への参加と各国への公式訪問を行った。この間の艦への訪問者は、国防長官ニール・エイチ・マッケロイをはじめとする多数が訪れた。ノーフォークへ戻ると飛行訓練生の訓練を行い、 定期的に、有事速報ができるよう体制を維持した。同年の訪問者は、ヨルダン国王フセイン一世を含む多くが訪れた。フォレスタルは再び1960年1月28日から8月31日まで、第6艦隊に所属し、地中海の多くの港、スプリト、ユーゴスラビアを訪れ、パトロールや訓練を行い多くの訪問者を受け入れた。 アメリカへ帰国するとその年の残りは東海岸を呼びカリブ海での訓練スケジュールを再開した。フォレスタルは1962年8月3日から1963年3月2日まで第4式空母部隊の機関として再び地中海へ展開した。甲板に中期する C-130 中型輸送機1963年11月8日。 21日、22日に、フォレスタルは、歴史的な実験を行う。ジェームズ・エイチ・フラットレイ賛成隊員及び彼のクルー、スモーキー、ストーバル・少佐、エド・ブレナン一等航空技術兵装は、ロッキード C-130 ハーキュリーズで21回の、初着艦を行った。その実験は、マサチューセッツから500マイル沖合の北、大西洋上で行われた。 フォレスタルト C-130 は海軍史上最も大きく重い航空機の初着艦を成功させた。しかもカタパルトや着艦ワイヤーを使わないという空母に乗ることを前提とした艦上機でさえその多くができないものであった。海軍は C-130 をスーパー COD として使用できるか考えていた。当時海軍では 洋上の空母に補給を行うことのできる航空機がないという問題を抱えていた。c 1 3 0ハー r リーズは信頼性と安定性を兼ね備え、長い航続距離と大きな輸送能力を保持していた。実験は大成功であった。8万5000ポンドの重量を持つ C-130F は267フィート以内で完全に停止した。また、 最大積載量での発艦では、わずか745フィートしか使用しなかった。海軍は C-130 ハーキュリーズに25000ポンドの積み荷を積んで、2500マイルの距離を飛行した後、空母に着艦させることが可能だろうと結論を下した。しかしながら、その考えは、定期的に行うには、少々危険すぎると考えられた。 当時 C-2 グレーハウンドの開発計画が進められていて、その一番機は1965年に使用可能となったため、C-130 を使用する計画は廃棄された。フラットレイタイは実験の功績で航空士君十字章を受章した。炎上するマイナス4攻撃希少化作業中の乗組員1967年6月にフォレスタルは ノーフォークを出港し、ベトナム水域に展開する。7月29日に、トンキン湾で関西域の発艦を行う。4日間にわたって、第17攻撃空母航空団は北ベトナムの目標に対して150回の出撃を行った。1000ポンド爆弾が不足していたため、爆薬として高熱に大安全な H6 の代わりに、旧式の コンポジション B を使用した爆弾が急閉艦ダイヤモンドヘッドから補給された。7月29日10時50分頃、フォレスタルがベトナムに向けて離陸しようとしていたところ、空母のレーダーからの電波を、ミサイルの発信システムが受信し、誤作動してしまい F-4 ファントム2から、発射された、ズーニーロケット弾が、ジョン・マケイン海軍少佐の A-4 スカイホークに、当たった。 ロケット弾は燃料タンクに当たり火災が発生した。飛行機は炎に囲まれ、マケインはコックピットをよじ登り機種から給油プローブに飛び移り燃え盛る甲板に飛び降りて避難した。火災発生後、直ちに消火班が機体に接近して消火を始めたが1分34秒後にマケイン機の下でコンポジション B 爆弾が爆発。消火班の水平や 逃げ遅れた、多数の水兵が爆発に巻き込まれて死亡し、付近の機体や爆弾が次々に誘爆。この爆発で、消火班が全滅してしまい、消火に不慣れな水兵が消火に当たらざるを得なくなった、ことで適切な消火活動ができず火災は広がり、艦は沈没の危機にさらされた。負けン機の前方にあった2機のスカイホークは燃え盛る、ジェット燃料に飲み込まれ、 装備していた爆弾が落下して約6フィート転がり燃え盛る燃料タンクの前で止まった。9回発生した爆発のうち8回が旧型のコンポジション B による爆発であった。フライトデッキには巨大な穴が開き、缶の内部に JP-5 ジェット燃料が流れ込んだ。その結果後部セクションで激しい火災が発生した。 事故により132名の死者と62名の負傷者が生じ、2名が行方不明となった。艦は修理のためのオフォークに帰還した。フォレスタルの艦載カメラは過労死で爆発から避難したマケインの様子を撮影している。現在アメリカ海軍では弾薬の安全性及びダメージコントロールの教育の際にフォレスタルの事故を教材としている。 実際海軍の新兵は、トライアルバイファイアと題された、フォレスタルの事故から作成された、失敗例と成功例を含むビデオを視聴する。ダメージコントロールチームが炎で燃え盛る、フライトデッキに泡を吹きかけることは、正しい手順であるが、一方海水を吹きかける、乗組員がいた場合、泡が洗い流され、燃料による火災状況を悪化させることがある。 その結果、ウォッシュダウンシステムがすべての空母に採用された。同システムは、フライトデッキを水、または泡で氾濫させて、消火を行うようになっている。この火災事故の後、フォレスタルは、フォレストファイア、フォレストファイア、ジッポー、ジッポーと呼ばれるようになった。フォレスタルは1968年から1973年の間に、 地中海に4度展開した。さらに、チュニス湾に注ぐメジェルダ川が氾濫した際には、チュニジアで救援活動に取り組んだ。1968年10月、5-123の E-2A が夜間の通常離陸を行った。乗組員は、ポール・マーティン・ライト少佐、ジェームズ・レオ・ディレーニー少佐、ハワード・ブース・ラト・リッジ中尉フランク・ジェイ・フレデリック中尉 AT-1 デビット E ーカーペンターであった。フライトは通常通り行われ、E-2A は回収される最後の機であった。E-2A は着艦に失敗し、アングルドデッキから機種を先にして海中に落下した。機体はそのままひっくり返り、数分内に沈んだ。レーダードームが浮かび上がり回収された。直ちにヘリコプターが離陸して、 乗組委員の救助が行われた。カーペンター AT1 とフレデリック中尉は無傷で救助された。ライト少佐、ディレーニー少佐、ラトリッジ中尉は行方不明となった。1973年から75年にかけては、さらに3度の地中海配備を記録した。1974年7月22日、キプロス島でクーデター政権が崩壊すると、 在キプロス大使のロジャー・ディビスは、アメリカ人の撤退を要請した。海軍と海兵隊が協力し、第6艦隊のインチョンから HMM-162 が派遣され、5時間で384名のアメリカ人を含む466名を救出した。この救助作戦の間、フォレスタルは上空援護を担当した。1975年、フォレスタルは、 建国200周年記念祭におけるニューヨークでの観観式のホスト館に選ばれた。1976年7月4日の観観式当日、フォード大統領はフォレスタルの艦上から世界各国から集まった40隻以上の艦艇を観越した。観観式から間もなく、フォレスタルは特別衝撃試験に参加した。試験では、 船体近くで高性能爆薬を爆発させ、その負荷に耐えて作戦活動を継続できるかの調査が行われた。ありがとうございます。